まあ、今日ですねあの国公立のね合格発表の、ね、日ですよね明暗はね分かれたと思うんですけれども長いスパンで見れば最終的にはその後にね何をするかで結局その後の人生って決まるわけですよ。うん、例えば極端な話で言うとまあ年収が全てじゃないんですけど平均年収で言うと一般的な東大卒の平均年収よりも何も 卒業してないけども、例えば公認会計士持っていますとか、ね、資格を取って、その資格を使って就職したりとかの方が平均年収は高い傾向にありますよね。もちろん一概には言えないのは当たり前なんですけど、まあそういう傾向にあるので、まあ司法試験でもそうですし、その後の人生何をするかで、まあもちろんね、あの、起業してもいいかもしれませんよね。まあもちろん起業って、あの、 うまくいく可能性っていうのは、まあ、低いじゃ低いんですけど、それにかけてうまくいく場合も全然ありますし、そこはもう、それぞれの人生、何にね、かけて何を価値基準に置くか。ね、価値基準の置き方によっては何も別に全く関係なかったりもしますし。とにかく、あの、僕は引き続き勉強配信やっていくのでね、あの、参加したいなというふうに思ってくれたら、一緒に勉強してもらえたら嬉しいです。